入れる場所は、考えすぎかな。材料は、勝手知ったる空間と、よっ、物理よっ、それもそうだ。さあさあ集めちゃいましょうね。どうだ、歯が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。あの本だけが手がかりか。ライザの体調がおかしくならなくてよかったよ。毎回ぶっ倒れられちゃたまらん。ぶっ倒れてはいないでしょう。軽く読んでみたが、解読には相応の時間がかかる。しばらく待たせることになりそうだ。僕らにできることは、英気を養うだな。しばらくは空間島で休息することになりそうですね。あのそれならタオさんの故郷空間島を見て回らせてもらっていいでしょうか。どうぞどうぞ。田舎だけどいいとこだよ。田舎だけど。みんなもアンペルさんを待ちつつ空間島を見て回ってみてよ。ウィンドルより田舎ということはあるまい。心ゆくまで楽しませてもらうとしよう。私も一度家に顔を出さないとな。心配。冒険楽しんでくるのよ。さてと何をしよう。いっぱい食べてね。いってらっしゃい。気をつけてね。が田舎なら俺の里はどうなっちまうんだ。
ここでいいのか。案内が必要ならいつでも言ってくれよ。面白いとこたくさん知ってるからな。ライザ姉たちに折り入って頼みがある。どうしたのディアン、そんなかしこまって。俺この前とうとう見たんだ、ネメドの森の奥の方で竜の姿を。竜だと？おい、それ本当かよ。本当だとしたら穏やかじゃねえぞ。ねえ、本当に竜だったの？わからない。俺は本物はこれだっていうのを見たことがないから。ならなぜ竜の姿を見たと言い切れる？里にある竜の衣装に似ていた。なるほどな。それに竜の風跡っていうのは竜が通る場所なんだろ。それなら言い伝えもただの話じゃなくて本物の竜がいてもおかしくないと思うんだ。まあ確かに。それで竜がいるとしてディアンはどうしたいわけ？里では竜が信仰の対象になっているけど、里に害を与えるようなやつなら倒したい。というのは建前で、本当は俺が個人的に倒してみたい。腕試しだ。正直だな。それで頼みっていうのは、ライザ姉たちに竜を探すのを手伝ってもらいたいんだ。竜だってずっと同じ場所にいるわけじゃないだろ。でもきっと里の近くにいると思うんだ。放っておけないだろ。なるほどね。分かった、竜の隠れられそうな場所探してみよう。デアドラ、久しぶりに家に戻ってみたらまた部屋に服が山のように積んであったぞ。とりあえず全部しまったけど、洗うなら洗う、しまうならしまう、捨てるなら捨ててくれよ。まったく、いい加減どうにかならないのか。なんだ、わざわざ整理してくれたのか。気が利くな、ディアンは。一体何の騒ぎ？ライザ姉たちか。デアドラがだらしなくてダメだって話だ。特に身だしなみがなってない。でもピシッとしてるじゃん。特におかしなところはないと思うがな。俺も身だしなみは偉そうに人のこと言えないけど、テアドラは家だと今の姿とは全然違ってダメなんだ。そもそも服を着てないことすらある。服を着てない？それってもし実の兄弟だとしてもどうなのって気がするけど。それは大丈夫なんでしょうか？あまり余計なことは言うなディアン。トシハもゆかの頃からずっと家族同然でやってきたのだ。別に服を着ていようが着ていまいが、そんな細かいことは気にするまでもない。ディアンとディアドラさんって一緒に暮らしてたんだね。育ての親みたいなものと聞いてはいたが。なるほどな。そりゃディアドラもディアンを気にかけるわけだ。でも服を着ないっていうのはどうなのかな。兄弟がいない私たちだから変に思うだけ。ディアンもディアドラさんもあまりそういうのが普通だと思わない方がいいんじゃないかな。そうか。
気をつけよう。しかし竜のように大きな魔物がいれば目撃情報もかなり多いと思うんですが。それがないということはどこかに潜んでいるということだな。ディアン、竜が隠れられそうな場所に心当たりはありますか？そうだな、山の上にすっごい古い神殿の跡があるけど、あそこなら。山の上の神殿跡だね。よし、行ってみよう。来たぞ。ディアン、ライザ殿たちもよく来てくれた。話があるって聞いたけど、どうしたの？貴殿らが興味を持ちそうな話題が一つあってな。フォーレの北に広がる山の中腹に沈黙の扉と呼ばれている場所がある。沈黙の扉は数百年にわたって一度も開いたことがない鋼鉄製の扉だ。開かずの扉ってこと？じゃあ中に何があるかは分かってないんだ。扉の奥は岩壁をくり抜いた小部屋になっているという話が伝えられている。言い伝えではそこは神代の民が利用した場所で、中には非常に重要な物品が安置されているという話だ。重要ってそれだけか？なんだか曖昧だな。それだけ長い時間が経ち、同時に中身が守られていたという証左でもある。で、私たちに話したのは？もしその扉を開くことができたのなら、中のものは自由に持って行ってくれて構わない。へえ、いいのか？このまま置いておいても、我々には開くことができないのだ。だが、高い技術力を持つ貴殿らなら、沈黙の扉も突破するかもしれない。使えるものがあるかはわからないが、ディアンへの選別になるかと思ってな。もし光の種が大量に発見されるなどしたら、ぜひ譲ってもらいたいものだが。それが本音じゃない？いやいや、そんなことは。こっちにも理がある話だとは思うけど、どうだみんな？面白そうだ。ディアン君は素直でいい子ですね。パディは？もちろん音もしますよ。さすがに気になります。何が出てくるかわからないか。なかなかそそるものがあるね。しゃ、決まりだ。沈黙の扉は山の集落から外れて東へ向かった先にある。向かう前に山の集落の長に話を通してもらえると助かる。私の名で記した封書だ。これを村長に渡してくれるか？ああ、わかった。沈黙の扉か。何が出てくるんだろうな。これで大丈夫ですか？伝説の武器がいいな。それなら選別にもぴったりですね。集めておこう。
ライザなら有効活用してくれるよね。どうしたのパティ、ぼんやりしちゃって。それってしおり？そうです、ここの里の店で売っていたので皮を舐めして作ったんだそうです。へえ、なんかおしゃれじゃん。私も自分用に買っちゃおうかな。あ、店の方の話だと一点物の商品だからこれが最後でもう売ってないらしいですよ。え、そうなの？なんでも、なめし側の切れ端があったので、試しに作ってみたんだそうです。けど、この里では本を読むような人は全然いないそうで、売れるとは思えないので、これっきりなんだとか。そうなんだ。残念。タオなんか好きそうだと思ったんだけどな。やっぱりそう思いますか？え？うん。よかった。あ、そっか。あれ、タオへのプレゼントなのか。なるほど。この辺りって興味のわ。興味深い力じゃな。年長者を敬うとはなかなか良い心がけじゃな。そうだね、年長者だったね。カラさん、もう大丈夫だよ。そのようじゃな。少し足がもつれただけじゃが、わらは脅かすとは油断ならぬ土地よ。ライザには前にも少し話したけど、私今のところ家庭を持つだとかそういう予定は全くないし、その気もまだ特にないけど、うん、可能性としてさっきみたいに子供の手を引いて歩く未来もあるのかもしれないって少し思っちゃった。可能性だけなら私もありうるのかな。全然ピンとこないけどさ、こういう話はいつ何があるかわからないからね。それにしてもクラウディアってずっと一人で頑張る気もあるみたいな話してたけどさ、必ずしもそうするって決めてるわけじゃないんだね。可能性の話だからね。私の人生がこの先どうなっていくかなんて私でもわからないよ。そっか。それにしてもカラさん、多分思いっきり勘違いしてたと思う。子供だと思われてたって知ったらむくれると思うし、黙っておいた方がいいよね。この先どうなるか。みんな敵だよ。頑張ろう、クラウディア。行ってみよう。よくぞ、頑張ろう。いけー。
どれにしようかな。いっけー。あらら、楽勝だったわ。なるほど、いいんじゃないか。村長ってのは。奥に見える大きめの建物に行ってみましょう。ああ。会場成功ですね。どこに行こうかな。ここでいいのか。緑が多いのはいいことだ。私は好きだぞ。